電気関連では、1999年出版の米軍の団地、笠松、676、大根が米軍に笠松が1999年に閉鎖した連合法、電信の使用についての法案についての法を用意して、市場と、企業権と市場に次のように賛同しています。農業電力の場合は、パート特化ということで、ようなことではないと思います。でありましたら、農業電力の場合、電動を採卵していても、そもそもそういうことをおっしゃっておりません。自己存在が自分のものでないことの深い気づきとなるようになるんです。私はこうした研究姿に賛同します。なぜなら、明らかに農業電力の死後、考察された技術に信頼、正当性を与えるように、道元禅師が信心立て役について、諸行禅師と会話をされた道元禅師ご自身の言っていること、信頼をすべきであると考えるからです。諸行禅師は道元禅師との会話の中で、三禅は身と心が抜け落ちることだ。身と心が抜け落ちることが座禅だと言われました。これは言い換えるならば、身と心が抜け落ちることは、座禅修行の結果として得られる何か特別な心理学的状態ではないということです。むしろ座禅そのものが身と心が抜け落ちることなのです。約30年前、私が駒澤大学の学生であった頃、高崎直道博士が新人脱落の道元禅師の理解についてある疑問を提出しました。高崎博士は諸行禅師との間で交わした有名な会話における中国語の表現を道元禅師が誤って理解された可能性を示唆したのです。古物の真似見道元48から51小川書店1969年。高崎博士によれば、道元禅師は身と心が抜け落ちる心神脱落ではなく、心の塵が抜け落ちる心神脱落と言われたのでしたが、日本語ではどちらの発音が心神脱落であったために、道元禅師はそれを聞き間違えられたというのです。他の研究者はそれには賛同しませんでした。それは心神と心神という記号ではどちらも心神という発音なのですが、中国語の系統が異なっているので、道元禅師がそれを聞き間違えられることはないだろうと考察したからでした。私は次のように考えています。もし道元禅師は伝光録に見える作られた器の